皆さん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はギターレッスンというよりも、ギターの音色遊びみたいな方法を皆さんにご紹介させていただこうかなと思います。まあ、アコギでバンジョーみたいな音を出す遊びなんですけれども、まあ、アコギを持っていらっしゃる方、結構面白いので、ぜひ試していただけると嬉しいなという感じでございます。まあ、バンジョー、どんな楽器かといいますと、まあ、こんな感じの、なんかまあ見たことはありますよね。なんかこうウエスターンな感じの、なんかテンテケテケテケっていうなんか陽気な感じの音がする楽器なんですけれども、まあ、なんとなくこう姿形はそのギターとちょっと似てるんですけれども、まあ、音色は全然違うんですよ。で、まあ、そのギターアコギにちょっくら一工夫細工をして、まあ、バンジョーっぽい音を出して遊んでいこうという感じでございます。で、その細工をした後に、まあ、普段皆さんがやってらっしゃるようなそのコードストロークとかソロギターとかやると、なんかこう、面白いよということです。で、用意していただきたいのは、コピー用紙とかメモ用紙とか 何でもいいので、何かしらの紙か、名刺、まあ、剣都市ということですね。名刺1枚、どっちかという感じです。剣都市の方が、なんかこの音がすごく締まって良いかと思うんですけれども、まあ、名刺がないよという方はメモ帳でも大丈夫です。で、まあ、名刺は当然ですけれども、人の名刺でやるとすごく失礼に当たるので、自分の名刺で。やるように心がけてください。これは一応僕の名刺なので、心置きなく、細工したいと思います。で、まあ、何をするかといいますと、とりあえずこれを細く切ります。ハサミで。剣都市の場合だったら、まあ、大体1センチ幅ぐらいですかね。1センチ幅ぐらいに、ちょきちょきちょきと切ってしまいましょう。このぐらい。で、まあ、メモ帳とかの場合は、二つ折りにしたいので、倍ぐらいの長さ、だいたい2センチくらいって感じですかね、に切りましょう。だいたいこんな感じですかね。で、これを二つ折りにします。これで準備が完了ということです。まあ、二つ折り、もしくは四つ折りに、もう一回折って四つ折りにしたいとかもするときもあるかと思いますけれども、とりあえず、まあ、こんな感じ。のカードといいますか、まあ、細い紙を用意するわけです。で、ここから何をするかといいますと、まず、この1弦と2弦の間に通します。ちょっともうすでにお察しの方いらっしゃるかと思いますが、1弦と2弦の間に通します。そして、3弦を奥に押してあげて、カードを3弦の上に通します。で、4弦の下を潜らせて、今度は5弦を押して、5弦の上にカードを通して、6弦の下に潜らせるというような感じです。これで OK。そうすると、まあ、こう弦の振動をこの剣都市が抑えてくれるわけですね。で、もちろんこの辺にカードがあると、その弦の振動を完璧に止めてしまって、何が何だか分からないので、もうちょっとこう外側に持っていくわけです。1弦はその質量が小さいので、細くて質量が小さいので、割と外側に持っていってあげたほうがいいです。あんまこちらに持ってくると音が完全に止まってしまうので、外側に。で、逆に6弦側は太くて質量が大きいので、できるだけこのサウンドホール側に寄せてあげると良いかなという感じです。で、あんまりこのカードを上に出しすぎると、この右手がぶつかっちゃって邪魔くさかったりとかするので、ちょっと下目にずらしてあげると良いかなという感じです。で、この状態で弾くと、さあ、どんな音色がするかというと。ちょっと面白げな感じじゃないですか。なんだこの音は。なんかちょっとポヨンポヨンみたいな感じで、ちょっと面白いですよね。普通にその弾き語りっぽくそのストロークをして。みたいな感じでも面白いなと思いますし、まあ、この辺は皆さん の, その普段弾いているフレーズで遊んでみていただければという感じです。で、まあ、ギターによっては、まあ、ギターとかその弦の太さによっては、この位置がいろいろ前後するかと思うんですけれども、その辺はまあ皆さんでその、ね、各自調整をしていただければという感じでしょうか。ちょっとこの 弦 の, この振動に紙が耐えられなくて、ビビビビビッという音が出てしまって、これがちょっとうざったいよという方は、剣都市でも2つ折りにすると、もうちょっとこうタイトな音になります。メモ用紙の場合は、2つ折りにした紙をもう1回2つ折りにして、4つ折りにすると、もっと音がタイトになるような感じでしょうか。
で、まあ、同じような感じで2弦通して、3弦を押して、5弦を押してという感じで、まあ、こう通してあげて。で、こう斜めにしてあげると。ちょっとこう面白い音になりましたね。で、もしカポタストをお持ちの方がいらっしゃいましたら、その上目のカポでこれを試してみるとですね、またこのアコギっぽくない音がしてすごく面白いんですよ。例えば5カポにして、なんかこう弾いてみると。おぉ、いいですね、いいですね。なんだこの音はって感じですけども。なんかアコギっぽくなくてちょっと面白いですよね。5カポとか2カポとか。で、この位置も調整したりとかして、いろんな音色を楽しんでいただけると嬉しいですね。こんな感じかな。という感じでございます。まあ、カードを使った、紙を使ったアコギ遊びということでございました。まあ、別にこれ何に使えるかというと、あんまり使えなかったりとかすると思うんですけれども、まあ、音色変化するだけでも、ね、普段と違うフィーリングになったりとかして、すごく楽しいなと思いますので、まあ、気軽に試せますし、アコギを普段弾いていらっしゃる方は、ぜひとも試していただければという感じでございます。それではこの動画を終わりにいたしましょう。レッツエンジョイアコギ。さようなら。Thank you.